石川ブルースパークスは石川県金沢市に本拠地を置く男子バスケットボールチームである。2013年までは NPO 法人石川老朽クラブが運営し日本バスケットボールリーグに武器校に所属していた。一旦活動休止後再開し2018年から地域リーグに参加している。1990年に北陸電力バスケットボール部 ブルース・パークスとして創部。チーム名は、冬の北陸の特色でもある稲妻に、閃光のように素早く、見る人を引きつけるという意味が込められている。1997年、全日本総合バスケットボール選手権大会に、初出場。2000年に日本リーグに参加。2004年をもって、北陸電力バスケットボール部は休部した。2004年、 石川県バスケットボール協会が中心となって、クラブ、石川老朽クラブを設立。北陸電力から、チーム愛称、ブルース・パークスと共に譲渡を受ける。その年からの日本リーグも継続して参戦。その後、石川県から NPO 認証を受ける。2006年には、BJ リーグ参戦を控えた富山クラウジーズとも、交流戦を行っている。 2007から08シーズンにより日本リーグから新装された JBL2 に参加。2009から10シーズンは準優勝した。2013年に発足するナショナルバスケットボールデベロップメントリーグに新たな法人を設立して参入する予定だったが、ハードルが高いため断念し、さらに資金繰りも悪化したため同年限りで活動中止となることが発表された。 ラストシーズンは、東地区再開に終わり、競技活動終了。4月末日で、運営母体の NPO 法人が解散したが、その後同盟の任意団体運営のクラブチームとして、石川県リーグから参加することになった。石川県クラブ連盟2014年、北信越代表として2010年以来4年ぶりに、全日本総合選手権に出場した。2017年、 全日本クラブ選手権で初優勝した。2018年、この年新たに発足した地域リーグに参戦。順位欄内数字は参加チーム数 CS、全日本社会人、バスケットボール地域、リーグチャンピオンシップ2013年活動停止当時、石川老朽クラブに関するカテゴリー。ありがとうございます。